m c 六万八千四十 x c 6 8 0 4 0初期ロットは XC だった m c 六万八千四十は九百九十年にモトローラが開発した m 六万八千ファミリーのマイクロプロセッサで二千十六年現在はロチェスターエレクトロニクスが製造している仕様通りには完成できなかったためベータ版であることを示す XC を冠したまま XC68040 として量産出荷されていた。ただし、画像のように1990年代半ば以降の製造のものに MC68040 と刻印されたものが見られる。使用通りに完成されたのか、それとも使用自体が変更されたのかは不明である。MC68030 の後継であり、その系統は m c 6 8 6 0に受け継がれた。 68,050はプロジェクトが断念され出荷されなかった。68,050は68,020に対する68,030のように大サイズを小さくしてキャッシュを増やす予定だった。68,040は M68000 ファミリーで初めて風風ーーをチップに内蔵した。これによりこれまで外付けの必要があった全ての機能が内蔵されたことになる。また、 シスクプロセッサでありながらも、内部ハーバードアーキテクチャを採用し、メモリユニットは命令メモリユニットとデータメモリユニットに分離されており、命令メモリユニットに命令キャッシュと命令エンキャッシュ、スヌープコントローラー、かつデータメモリユニットにデータキャッシュとデータエンキャッシュ、スヌープコントローラーを搭載している。命令パイプラインは6ステージになっている。6 8 4 0では、 120万トランジスタを集積している。演算性能では平均20ミッ p スを起こす性能を有することから MC68030 の同一クロックと比較して平均2.5から3倍程度高速である。さらに68040の内蔵、フプーはピーク性能で8マフラップス、平均で3.5マフラップス程度の性能があり、 MC68882 フープーの同一クロックと比較して平均4から6倍程度高速である。6 8千4 0は設計の早い段階でトランジスタ数が限界に達することが判明していた。6 8千3 0で CPU に内蔵されたムは内蔵することによってトランジスタを少なく抑えることができたのに対しフープーはそうならなかったためである。 モトローラの MC68882 フプーは非常に高性能なユニットであることで知られていて、モトローラはリスクを避けるためにフル機能の r c 版ではなく l c 版を搭載することにした。結果として68040の内蔵、フプーは68881や68882で使用可能だった。 IEEE の超越関数を使えなくしてしまった。このため、68,040のフープーにおいて、超越関数は、モトローラの提供する、不動小数点サポートパッケージで、エミュレートするようになっている。ただし、これは、未実装命令を実行しようとした時に例外が、発生し、その例外ハンドラ内でエミュレートするものであるため、 頻繁に使用すると性能が劇的に低下するという問題があった。68,040では熱が大きな問題となった。同一クロック周波数では68,030の倍以上の性能を誇ったが大きな大サイズと大きなキャッシュのために消費電力が大きくなってしまった。このために4 0メガヘルツまでしかクロック周波数を上げられなかった。 25MHz 低発熱版の 68,040HRC25 を除き、25MHz でもヒートシンクが必要。68,040は i486 とほぼ同等の機能を持っていたために、両者はしばしば比較されるが、同一クロック周波数で比較した場合は、i486 の性能を上回っていた。しかし、熱問題が表面化しなかった。 i486 は 50MHz 版内部クロックを2倍、3倍と大きく引き上げることに成功しており最終的に 100MHz までクロック周波数を向上させた i486 に68,040は対抗できなかった。なお、マッキントッシュのカタログ等で 33MHz の68,040が33。 66MHz と表現されることがあったが、これは68,040が通常のクロックと倍速クロックの2系統のクロックの供給を必要とするためである。倍速クロックは特殊なタイミングエッジで動作するロジックのために使用されており、i486 デラックス2のようにプロセッサ内部が倍速クロックで動作しているわけではない。 この記事は2008年11月1日まで GFDL バージョン1.3以降の再ライセンス規約に基づいていたフリーオンラインディクショナリーオブコンピューティングにある項目の資料が元になっている。リーントラデューシング MC68020&MC68040NXP フリースケール社より継続生産製品として認可 AB インターフェース第16巻第10号通巻161号細田誠68,040ハードウェア解説にて指摘 M68,040 ユーザーズマニュアルセクション7.1バスカレクタースティックスありがとうございます